こちらはヤーマン選手、記者会見で平本蓮選手がいい人アピールをしてもなわけあるかいと追随の手を緩めませんでしたが、そこにはこんな理由があったようです。自身のインスタにて暴露。会見の2日前にこんなこと言われて、こいつだけは確実にやる、試合が終わったらノーサイドとかねえからなとしまして、 DM で音声が確認できるだけで4つ送られてきておりますね。いきますと、平本蓮選手、お前ハゲすぎてちびまる子の藤木と同じ髪型の向きにして隠してんのバレてんだよバカ、おいブスが、お前顔面砂利にジョリ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 当ててんじゃねえよバカが、おいお前よお前よ、殺すとか言って不良ごっこやってんじゃねえよ、いつでも来いよ、殺してんだろと。そして平本蓮選手のBS の番組バズーカでの過去の平本蓮選手が女王様に犬にさせられてチンチンしている画像をアップしたヤーマン選手に対して、あ、これかヤーマン選手ね、記者会見で平本蓮選手に犬扱いして、おいおかわりしてみろ、おかわりって言ってみろって言ってたのはこれのオマージュだったんですね。でこれに対して平本蓮選手、おいおい、アベマで小籔さんとかクッキーさんが見られる番組でこの役ができてる俺っていうのがスターだってお前には分かんねえのか、お前は朝倉倒して平本を持ち倒してもこの仕事はお前には来ねえ、分かるか、それはお前がブスで顔面砂利でクレーターだからだよ、試合前までに医者行って治してこい、気持ち悪い、触りたくねえんだよ、ニキビだに映りそうだわ、それと脇毛も剃ってこい、きったねえ気持ち悪いな、イスラム教なら処刑だよ、脇毛もチン毛も剃らねえやつはカスだよ、わかったか、おいニキビダニ、ニキビダニ、バリ島の雑草みたいな頭と。まだまだ続きそうでしたがここで終わっていきました。こんなものを送られてきてみな、悪口のギア一段上げてきております。一段どころじゃなかったかな、これもラッパーの R 指定とかじゃないと勝てないでしょう。今回平本蓮選手、篠塚辰樹選手、芦澤流星選手と安保ルキア選手と完全にスーサイドスクワット軍団結成されましたね。バリ島に来も負けるな。そしてこちらは先日のライジン45追加対戦カード発表記者会見を受けて、元ライジンガールピンク担当のひなのさん、一人だけフェイストゥーフェイスの時に乱闘しようとして止められる、ブレイキングダウンじゃないんですけどって思っちゃったと。これは富澤大地選手のことですね。さらに続けて、会見でもうちょっと早めに言ってくれたら準備できたのにとか言ってるのを見て、目立つことしか考えてないし、大晦日ライジンの入場をすることが目的すぎて若葉の絵文字と思ってしまったと。これは雄志選手のことですね。すると雄志選手これに反応して、お前はライジンからいなくなったんだから偉そうに言うな、こっちは2年間本気で練習してきてんだよ、夜食から夜の食ですね、ライジンの舞台立ったのは一緒なのにお前はなんでそういうのかわからん、目立ちたがりは君じゃないのか。ひなのさんそれに対して、いやいや、ライジン関係とかじゃなくて格闘技ファンとしてつぶやいているのに、いちいち女にお前とか言って突っかかってくるとこが小さすぎます。するとなんと、このやりとりを見ていた朝倉未来 YouTube メンバーのたくまくんが、誰すかこの炎上商法顔面サイボーグ港区女子 W 有志さん応援してますよと投稿。ひなのさんそれに対して、朝倉選手の YouTube を見てライジン知って格闘技が好きになってつぶやいただけでてんてんてんと。有志選手の方は爆笑絵文字3連と、たくまくんありがとうございます、ライジンガールに一度だけ慣れて勘違いしちゃった痛い人なんだけど、最近注目されてなくて炎上商法を使えば女子で目立てると思ってる人ですね、見た目良くするために努力できるなら心も磨いたらいいのにと。はい、これにはねブーメランすぎるというコメントもたくさんついておりましたが、それに対してひなのさん、ライジンガールじゃなくて一格闘技ファンとして率直な感想をつぶやいてるだけで、本気になってお前がとか炎上商法サイボーグ港区女子とか言ってくるけど、本当に強い格闘家は女に本気で突っかからないと思うし見たことないわと。曽根一馬さんが、本当楽しそうだな笑いと。ひなのさんは昔曽根一馬さんのジムズーマーに通っておりましたので、ひなのさんそれに対して、どう思います、私と同意見してる格闘家もいるのにいちいちお前とか言って
引用してまでさ。曽根くんだったら女にいちいち突っかかる？笑い。私は本物の格闘家選手や格闘技に人生かけて生きてる方をリスペクトしてるから、格闘家って本当に大変で辛いと思うもん。一般の方、平本弟のライジン出場についてはスルー？ひなのさん、立派な格闘家選手です。あんたうるさいという投稿に対しては、文句を言うぐらいなら勝手に見に行くんな、万歳絵文字。そして有志選手が練習させに行ってもらっているところのファイターズフロージムの上田隆夫さんは、有志くんは本気で格闘技に取り組んでますよ、一緒に練習している仲間には伝わっていますよ、実際彼が参加しているファイターズフローの選手練習はプロ選手が参加しても簡単には乗り切れない強度ですが、有志くんはしっかりついていってます。彼の一生懸命さを見ると手助けしたくなります。有志くんずっと来てるよね、試合があろうとなかろうと。試合決まった時だけ練習する選手もたくさんいるけど、有志くんは今年ずっとうちに来て手抜きなんてせず全力で練習頑張ってました。毎日写真上げてるわけじゃないから世間は知らなくて当然なんだけど、仲間は知っていると。あとはですね、有志選手と過去ライジンで戦った前期選手、体重超過の、おいおい有志、相手は女の子だぞ、言いたいことを言わせてやればいいじゃねえか、ライジンのファンだと思ってやってることを出せよ、女の子をいじめて楽しいか、そんなことより来年はボコボコに殴ってやるから首洗って待っとけよ、こっちは休む暇もないくらい笑えねえ人生送ってんだから逃げるなよ、と前期選手一人株を上げている気もします。これはでも前もたくまくん、太田忍選手に文句言って、後で朝倉未来選手に、たくま、あいつ悪いところがあるんよ、お前どの立場で言ってんのって釘刺されておりましたけど、これが許されるなら人の喧嘩に便乗して誰でも悪口言っていいってことになっちゃうし、言うんだったらアスカキララさんの方と、たくまくんは面識あると思うんだけど、アスカキララさんがちくわっていうね YouTuber の人が整形ネタ披露したら、アスカキララさんの方から弁護士立てられたって言ってて、それは強い者から弱い者へのスラップだったんで、そういう時に弱い人の立場で救う意見として同じく整形ネタぶっ込むんだったらわかるんですが、でもこれはただ女性に2-1で傘に来ているだけなので、あんま良くなかったかな。で、ひなのさんの方はというと、私この配信やっててこれ言っちゃうとバランス崩れて面白がれなくなっちゃうなっていうのはお伝えしてないんですけど、別ジャンルで明らかにナチュラルに飛び越えている投稿が過去にあって、だからまあそういうことですよ、はい。なんだろう、動物園で虎は真後ろにビシャッとおしっこするので後方に位置取りしないでくださいって最初に書いてあるでしょ、だから最初からそういうことなんですよ、はい。あと有志選手とはね、夜の世界から来た者同士で珍しい者同士なのにそこ仲良くしないんかいっていうね。で、ひなのさん、その後、私は目立つこととか対戦相手の知名度にこだわったりとかじゃなくて、次いつ来るか分からない試合のために格闘技に人生かけて心身ともに辛いはずなのに頑張っている格闘家の気持ちを考えたら一緒にしてほしくないなと思って発言してたんです。でも炎上商法と言われるならこれを機に口を慎みますと投稿してから数時間後、なんとツイッターのアカウントごと消去してしまいました。ああ、せっかく楽しくやっていたのに。そしてこちらは6月のノックアウトのビッグマッチへの参戦を表明した鈴木千尋選手、動画アップしてくれております。鈴木千尋選手、対戦相手は決まってない、少し前にチンギス・アルゾフ選手に対戦要求されたこともあったが、さすがにそれは階級が違いすぎ、腕が俺の太ももぐらいあった。そして原口健人選手の名前が出ると、あーね、やりたいねと。そしてヤーマン選手の名前も飛び出ると、あいつはいいんじゃねえか、興味がなさそうでした。なぜでしょうか。そしてキックも MMA も微調整は必要だがそんなに変わらない、あくまでも格闘技だから、と。これはほとんどのファイターの方たちがあの聞き飽きたフレーズ、野球とソフトボールぐらい違う、テニスと卓球ぐらい2つの競技は違うという中、鈴木千尋選手はほとんど変わらない、と。もうみんなを魅了してチャンピオンになったし、何を言ってもいいですよね。そして鈴木千尋選手、この1ヶ月多忙すぎて練習時間も取れず病んでいたらしいです。そして今はまだ何も言えないが、年末の話はライジンからのアナウンスを待っててください、ゴミさんと本当はやりたかったがそれは叶わなそう、と。でも他の何かしらのアナウンスはありそうです。そして拳は今はもう
まあまあに大丈夫ということでした。そしてこちらは太田忍選手、芦田流星聞けというタイトルの動画を出しております。太田忍選手、俺が望んでたカードじゃないが佐藤翔子選手に負けてしまったので来たオファーを受けた。ただ佐藤選手にあの負け方をして俺の評価が下がったとは1ミリも思ってない。むっちゃくっちゃ強い最強格の選手だから。チャンピオンまで 1,2 戦遠くなっただけ。芦澤くんとの試合は宣言します。1ラウンドで決める。決め方は秘密。ノーガードで行くと。ここで終了です。そしてこちらは12月11日深夜、戦闘帰り夜の街を一人ぶらつきながらのジョビンさんのインスタライブの模様となります。まずミクル、そんなにめちゃめちゃはもう好きじゃないが、でも引き下がれんようになってしまった。昔のギラギラしていた時は好きだったが最近は好きじゃない。試合終わってすぐヤーマンと肩組んでんのを見てマジで幻滅した、冷めたと。そうなんだ、移り気ですね。そして朝倉未来選手とのコラボ動画のアップはなくなった。でも全く引きずってないし、もうどうでもいい。鈴木千尋の対戦相手はゴミじゃない？でもなくなったんかな。アンポルキアと久保は絶対最初はキックだったはず。どっちが勝とうがどうでもいいが、久保優太が絶対に勝つ。久保健二は俺も店やってるからわかるが、女の子が椅子で横についただけでもダメと聞くのでどうなんだろうね。メンズエステの本番もどこでもやってんじゃないの。見た目が自分はコンプレックス、整形マジでしたい。格闘技のことは言うけど、だから俺自分の見た目のことは言わないでしょと。そしてメイウェザーは試合するよって発表あるらしいよと。これまさかメイウェザー選手 VS パッキャオ選手でしょうか。そして最近マジで体調が悪い、このままだと言葉に詰まったり記憶障害も出るらしいと。私も最近そうなんだよな。でも年のせいかなそれは。そして井上直樹選手 VS キムスーチョル選手はスーチョル、ワンやめたクマエフとサトシでええやん、それ見たいよね。近々ジャン斉藤さんのドロップキックチャンネルのインタビューで俺の次元の違うやつ出るんで楽しみにしててと。これは昨日実際にも出ましたね。今人生で初めて金も稼げるようになり、女にもモテ始めて、立場も確立できてきたのに体調が悪すぎる。全部失ってもいいから健康を取り戻したいと。これはマジで本当だよね。ジョビンさんはメルニッケル脳症というのを疑っているようです。大事にならなければいいんですけど。そしてジョビンさん、合気会全然いいと思わない。平本、大塚とか同じやつとばっかりやってると思う。ヤーマンはトライブ東京でいろんなやつとやってそう。自分の現役時代は自信なかったが、引退してから自信がついた。朝アラームつけずに勝手な時間に起きたい。サトシにグラップリング勝負でさすがに勝つのも決めるのも無理だが、レスリングだったら俺の方が上と思う。テイクダウン取って、ただそっからパスとかは無理と思う。少なくともサトシが俺を決めるのも無理と思う。シャブリー VS ウスマンは普通にウスマン。平本蓮、打たれ強いと言ってもヤーマンが朝倉未来にやったパンチ当てられたらさすがに倒れる。ジョー VS ユーシはユーシ。篠塚たつきの雰囲気好き。ドミネーター VS ニースグルはニー。この間ポストに入ってる荷物全部盗まれた。朝倉未来 VS 平本はどっちも寝技のできない低レベルな戦いになりそうやな。ケラモフにやられて一回心折られて、ヤーマンにもやられて心折れたから、こっから上に行くのは難しいな。今なら平本は勝つんじゃない？梅野源氏は寒いししつこい。萩原 VS 平本は萩原勝つと思うと。で最近ですね、録画してても音が途切れたりで、私的理由でここで終了です。はい、とにかく病気だけは心配ですね。私もお酒の分解が弱い人は大量に飲むと 30% 強がんになりやすいと聞いたのもあって、今ずっとやめてますし、健康は何事にも代えがたい。こちらは12月11日深夜、柴田さんのインスタライブとなります。ライジンの追加カード面白そう。ブレイキングダウンの選手は興味ない。久保優太がアンポルキアに勝ったら、久保優太に勝った俺が一番強いとなるので久保優太に勝ってほしい。なんとなくだが、キックだったらアンポのが強いと思っていた。久保優太のキックはテクニックで、 MMA はフィジカルでゴリゴリに押していくのが通用する部分もあるので、アンポの方が MMA 自体は向いていそう。
ライジンウエハース、今注文している。木村実はもうライジン出なくていい。三浦孝太、勇士、木村実と次々オファーがいって、柴田にだけ二度とオファーがかからないのはすごい。どんだけ俺重罪なんだよ。榊原さん、絶対俺だけは許してくれない。あの八百長騒動の時の対応で会社の正月休み返上したの、未だに怒ってんだろうな。本当は一番弱い浩二とやりたい。メイウェザーこそいらない。ヤーマン vs 平本蓮は分からない。テイクダウンはどっちも行かないと思う。意外とヤーマン勝ちそうとも思う。平本の朝倉本当は好きだったんだよね発言はマジでダサい。ヒールとして突き通していない。インプラントの手術の予約を12月に入れたので、実はもう試合出る気はない。5、60万の手術でもギャラ1億なら出る。今日は疲れているのでここでおしまいと。そしてこちらは新井城選手の大晦日期待してくれていた人たちへというインスタライブ。新井城選手、有志戦流れました。煽るだけ煽ってごめんなさい。正直ライジンからのコンタクトはあったが、最初からライジンは乗り気じゃなかったっぽい。ボーナスタイムはなし。有志さんの知名度は化け物なんで感謝はしている。シュートを2階級制覇した時より有志さんに絡まれた時の方がフォロワーが伸びた。でも今日の会見は新井城あの場にいたら結構きついよな、かっこ笑い。有志さんは最初キックボクサーと決まるとか聞いていた。自分の次戦の話は進んでて、うまくいけば年内に発表できる。そしてこの間シュート石井隼人選手が勝利後のマイクで新井城選手に対戦要求してきた件については、新井城選手、あの時俺会場にいて何か言ってきそうだなとは思っていた。ネバーギブアップを歌っている俺にギブアップさせると言ってて、もはやそれ自体が一つの盛り上がるキーワードになってて、確かに俺にそれをさせたら我ながら熱いよね。絡まれてうざいっちゃうざいが、盛り上がるからいいか。シュートフライ級なら石井隼人選手が一番強い。俺が挑戦するぐらいの立場。ああ、それと YouTube を始めようと思ってますと。これはめっちゃ楽しみですね。企画はやらない。Vlog 系と。平達郎選手は普通にすごい。一番のリスペクトは沖縄であの完成度なこと。東京で強い人とやってるだけで満足しがちにも格闘技はなってしまうので、自分もそこは気をつけている。実はこの間蹴りの影響で爪が浮いてしまって、それがちょっと触れただけでもうめっちゃくちゃ痛くて、骨折とかよりダントツ引っこ抜いた方がいいとジムの後輩に言われて引き抜いたので、今は爪がない。フルーツで柿はあまり好きじゃない。明日のジョーは今日より強くなったジョーかな。ワンムエタイは見ていない。いつも練習している時間なんでと。ここで以上です。そしてこちらは今名前がちらりと出ました、現在ではもうすでに日本に帰国してきている平達郎選手ですが、実は試合前日こんなことがあったようです。岡田亮選手の昨日のツイートからで、向こうでベーノア選手と合流しておりまして、今回は試合前日に必勝を祈願し、今アメリカの地で噂の幸運を呼ぶ舞を舞うという祈祷師様をお呼びしました。本当に暇な人以外見ないでくださいと。プライベートプールのジャンプ台でベーノア選手がギニュー特選隊のような面白ポージングを次々決めていきまして、しかしなかなか飛び込まない。そこへ岡田亮選手が、おい達郎、絶対押すなよ、絶対押すなよとそそのかし平達郎選手がひょいっと押すと、ベーノア選手はプールへうわーと言って落ちていくというもので、めっちゃ楽しそうで、ベーノア選手もぬるま子軍団入ってキャラ変化とも思われましたが、何も変わってなくて安心しました。大晦日の出場はベーノア選手今のところ発表なしですね。子供番組とか冒険少年ってありましたっけ、なんかテレビ番組みたいな、ああいう子供向けのテレビ出演とかしたら人気出そうです。そしてこちらは先日のディープでゼストチャンピオン小金翔選手を下した、今や諦めないおじさんたちの希望の星ともなっている川名店長祐希選手、試合後にスペースをやってくれておりまして、早速店長ぼっちでひっそりディープのスタッフ弁当を食べて祝勝会です。判定でしょっぱかったんですよねと。
全然そんなことはなかったですよね。ポイントで勝っていたのに最後まで前に出続けて本当に感動しました。で、川名店長、10月に店を閉めてバタバタしてて不安もあった。もうちょっと踏み込んで打撃を当てたかった。フックを集中的に練習してきてよく出せたとは思う。調子良かったがバテないように1ラウンドそこそこでいった。小金選手がもっと組んでくると思っていたが来なかったので、倒される心配がなかったのでその部分では楽だった。肘があまりうまくないと思い膝のガードに集中した。セコンドの指示に助けられた。本当は仕留めたかった。3連敗中だったので良かった。これで来年につながる。無財布とやるの？それは死ぬ。かっこ笑い。本当に応援ありがとうございました。と、私が昔雷神小学校っていう企画の動画をアップして、ちびまる子ちゃん的世界観で雷神の選手を出していこうっていうもので、朝倉みくるくんは教室の隅っこの席に一人ぼっちで座ってるタイプとかで、川名店長はね、確か子供の頃はテレビとかにも出てて子役をやってて可愛かったのに、大人になったらみんなにリアルすぎると言われてしまうキャラとか、なんかそんな感じだったんですが、皆様今回の勝利も含め変更がありましたらコメント欄にぜひよろしくお願いいたします。川名店長、リアル勇気選手。ちなみにストラッサーキイチ君は動物好きの生き物係だったんですが、教育指導の先生の方がいいかもしれませんね。パンちゃんさんは偽造テレホンカードを売っているっていうことにしておきましょうか。どんな世界観のちびまる子ちゃんなんだっていうね。あとね、ヤーマン選手、ヤーマンくんっていうね、藤木くんも入りましたね。で、川名店長、勝利後ですね、なかなかしょっぱい試合だったけど勝ったよ。北海しゃぶしゃぶ店長最後の業務完遂、来年また一歩踏み出せるとツイートしたところ、そこに笹原圭一さんが横文字で元店長、勝利おめでとうございますと。川名店長、ありがとうございます。引き続き店長のままでお呼びください。笑い。笹原さん、店長、勝利おめでとうございます。川名店長、やっと一緒です。笑い。必ずまた戻ります。笹原さん、雷神の扉は常に開いています。ぜひ戻ってきてください。大きな一勝だと思いますよ。ということなので、もしかしたら、ここで、さっき名前が出たベーノア選手とかね、それこそ、あとは宇佐美翔、パトリック選手などと試合組まれるかもしれません。そしてこちらは、先日試合を行い吉田海選手に負けてしまったピットブルー兄弟とも仲のいいフェルナンド選手。試合後、山本聖吾選手とツイッターで何やら少々揉めておりましたが、そのことについてインスタライブでフェルナンド選手、山本聖吾が流星はあと2年で MMA チャンピオンになると過去言ってて、そんな甘くないよと言ったことがあって、少し絡み、それまでは山本聖吾ん知らなくて、で調べたら雷神出てたけど6連敗してて、ただのガキ、少し遊んでやっただけ、言いたいこと言えばええんちゃう、試合でも道場でもなんぼでもスパーする、お金いらない、子供相手にしない、みんなファイターとして頑張っているのに、お前が戦ってきた選手は弱いとか強いとか言ってきてリスペクトがない、今回戦った吉田海選手には恨みはない、いつかリベンジする、ピットブル兄弟の減量のトレーナーから聞いた、一番いいフルーツはイチゴとキウイ、ただ日本はイチゴが高い、カロリーが少ないんですと。さらにその後フェルナンド選手ツイッターで、いつでもウェルカムと。それに対して山本聖吾選手、オッケー、ビビってこの2日間くらい震えているのかと思っていた、来年にやろうぜ。それに対してフェルナンド選手、春に雷神大阪大会あるらしい、前あんな面白い負け方を消したいならお願い頼んでもいいんちゃう、まあ僕は別にどの舞台でもいいけどね。山本聖吾選手、俺たちが雷神は失礼でしょう、ふざけちゃダメ、それに誰も見ない、俺は韓国でやれたらいいから、日本か韓国の別のプロモーションでと、現在このようになっております。楽しみが増えました。そしてこちらはやっぱりなというニュースで、シュートボクシングのカイト選手、天才と名高いモハメド・ジャラヤという選手と一回試合が決まっていたんですが、諸事情により入国できないため10戦全勝のフランス人ジェームズ・コンデ選手に相手が変わりましたと。はい、モハメド・ジャラヤ選手は麻薬、武器密輸、あとはマネーロンダリング
などなどで逮捕されている選手でもあります。諸事情により入国できないため。やっぱりな。こちら昨日配信された榊原社長に呼び出されました。で、皆さん見てると思うので超ピックアップで。まず、ライジンウエハース売れまくりでバンダイが驚いている。第2弾の話もすでに出ている。追加カードもある。と、ここでアンポルキア選手登場。榊原社長、ああ、最近毎日やってるからもうやだーと、アンポルキア選手のことを大好きになってるっぽいです。で、榊原社長、平本と飲んでて、アンポと明日会います。飲むって言ってて、社長も行きましょうって誘われて、二人ともその時酔ってて、じゃあアンポに MMA やらそうよ。おお、いいねとなって、翌日三人で会って、アンポルキア選手、うん、酒飲んでて、じゃあ MMA でやろうって勢いで今に至りますと。榊原社長、アンポってバカだよね。お金の話もしないで、裏がなくて面白そうだからやろうってさ。アンポルキア選手、榊原社長からの格闘技愛を感じたのもあって受けました。榊原社長、キュンとしちゃう。アンポはこの間自分で、自分には平本とかのようにアンポキッズがいないって言っていた。最初は木村稔とやるはずだったもんね。アンポルキア選手、あ、そういえばそうだったと。私たちもそれはもう忘れてましたよね。榊原社長、恥を覚悟があればそこで得れるものがたくさんある。やらない後悔の方が大きい。それが何よりも良くないよ。続けて榊原社長、中にはアンポに MMA やるなって声もあるが、ここまでのキャリアの選手がやるんだから何言ってんだよ。とんでもないことになる可能性もあるけどねと。ここでなんと平本蓮選手が飛び入りで参加。みんな知らなかったようで驚いておりました。榊原社長、蓮はプロモーター向き。アンポルキア選手、スダリオとはガチでも平本とはたまに会ってたし、ムカつき具合の調整が難しい。もう俺たち仲直りしたの？信じていいの？ MMA の練習はまだ2回だけ。まだその面白さにハマるかどうかはわからない。岩崎先生はすごいいい人だった。平本蓮選手、ヤーマン記者会見で俺のサングラス触ってきた。あいつ清潔感ないし、触んないでよと思った。くるみさん、ジョー選手のセコンドにはつくんですか？平本蓮選手、つかないですよと。もしかしてくるみさんにちょっと冷たいというか、距離があるというか、溝があるように私には感じました。平本蓮選手、アンポは木村稔薬やっててもいいっていうが、俺は絶対にやりたくない。死んじゃう。そしていつも当チャンネルにコメントをくれる焼き鳥火の玉小僧さん、スパチャして読まれておりました。原口兄弟、クレイジービーのスソン選手などのスポンサーもやられている方ですね。個人的おと思いました。平本蓮選手、柴田さん祝勝会に呼ぼうよ。アンポルキア選手、いや俺マジでちょっと柴田さんにちょっとあの悪度さ無理でと、本当に苦手みたいです。平本蓮選手、ヤーマンは格下だからやるなとか言ってくるやつもいるが、バカか。ぶっ飛ばしてえからただぶっ飛ばすだけなんだよ。アンポルキア選手、アレックス・ペレイラ知らない。榊原社長、大晦日みんながいろんなことを言いまくって収まりがもうつかなくなってきてしまったので、今回は入場時パフォーマンス禁止にしている。メインとそうじゃないので、まあ精査はしているんだけど、基本禁止の方向。バックダンサーはありだが、十何人も連れてきて最初にその人らから出て後から選手が出てくるとか、もう勘弁してよって。対戦する選手に不公平になっちゃうしね、それは。そして平本蓮選手にライジンパウンド4パウンドを聞いてみると、3位太田忍選手、2位勇士、1位ヤーマン。これ俺の嫌いな順ですと。やっぱ頭いいですね、平本蓮選手。ここで面白そうな名前を適当に挙げていくと滑る可能性大なんですが、このように他に軸を作ってそれに沿ってランキングすることによって、この冬を回避できるというね。そして平本蓮選手、高田キャプテンの代わりのふんどし大子はミクルにやってもらいましょう。そしてここなんですが、榊原社長、大晦日ライジンの代わりに放送されることになった逃走中は録画だし見る価値がない。天心出るんだろ、頑張れよ。フジテレビには感謝しているが、平本蓮選手、今時逃走中見てるやついるんすかね。榊原社長、いないでしょ。ライジンの方が次アンポだ、どっちが勝つのってこっちの方が楽しいでしょ。アンポルキア選手、でもヤーマンのあの目、あの目は俺はガチだと思うんだよ。平本蓮選手、心が弱いからああやってるだけ。
あんなに睨んだら目に悪いからやめろ。さらに平本蓮選手、流星君勝つと思う。楽勝っすね。アンポールキア選手、芦澤選手はマジでやばい。俺も好きな選手。平本蓮選手、俺が元気ない時、太田忍が SNS 頑張ってて、はっきり言って感動した。ライジンランドマークもちゃんと買って、負けろ負けろと思ってちゃんと応援していた。平本蓮選手、篠塚たつきめちゃめちゃ性格いいし面白いので人気出ると思いますよ。今回も MMA で実はやりたがっていた。本当は MMA やったことないんだけど2年間練習してたっていうツイートしたら、富澤は MMA ルールは断ってきた。榊原社長、その件について僕はノーコメント。平本蓮選手、僕の彼女がお守りを買ってきてくれたと、アンポールキア選手に手渡す。榊原社長、そういえばアゼルバイジャン軍団、もらってもこれ着ないだろってお揃いのジャージ着てたねと。榊原社長、面白いな。平本蓮選手、いやまあ朝倉未来に勝ってごめんなさいじゃねえだろ、ありがとうだろバカ。榊原社長、でもヤーマンも強いよ、ワンサイドには今回はならないと。ここで以上です。他のスポーツは SNS の使い方気をつけろとか、喧嘩ダメとかなってるって榊原社長が言ってて、なので今格闘技本当に一番面白いんじゃないんでしょうか。こんなに自由にね、罵りあったりとかって実は超貴重な媒体フォーマットなのかな。この日は絶やさないで続けていきたいところですね。今回の MVP は個人的には榊原社長ですね。逃走中見るやついないでしょうね。あと平本蓮選手のヤーマンのあの睨み、目に悪いからやめろもう受けました。でこんなに大変盛り上がっているんですが、那須川天心選手が、最近の格闘技がよくわからない、みんなそろそろ目を覚ましてくれとツイートしております。青木真也選手がそれをよりツイートして、戦いがないってことですよねと投稿。でん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 で